全てにおいて、だから細部に宿ってます。高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ニキくんカムからですね、見ていきたいなというところでございます。一番最初は著作権の関係あるので、音はこちらで聞かせていただいてというところになりますね。ご了承くださいませ。見終わった後にこのリアクションという文字がスッと外れて、ちょっと小さめに音を流しながらやっていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ということでレッツカット。わあ、もういいですわ。素晴らしいのはやっぱりフローですね、ダンスの。おお、くー、わあ、おお、わあ、すごい、うおおお、わあ、おお、あれ、いつの間にサングラース、わあ、すごいわ。流れが違いますね、ダンスの流れが。一個一個のポイントじゃなくて全体、最初から最後までの流れ、まあまさにそのフローと呼ばれるやつですかね、で捉えて踊ってらっしゃるところがもうすごいですね。やっぱりヒップホップダンスの難しさって個人的にですけども、そういうところかなと思ってて、言葉で説明すると余計にぶつ切りになる感覚あるじゃないですか。喋りながらもちょっとこう息継ぎしながらで、次はこうなってみたいな、その次っていうものの考え方がナチュラルさに欠けてしまうというか、それをニキ君の場合は振り付けの中の一つ一つの動きが全てつながってるので、それが最終的にはストーリーになってますし、音楽の持つフローになってるっていうところですよね。だから本当にノイズゼロだなっていう風に思います。もちろん遊びの部分でニキ君ならではの音の感じ方だったりとか、それこそニキ君のフローみたいなものもあるんですけど、見てて引っかかるような瞬間とかがもうないっていうのがすごいことですね。ということでここからは見ていきましょうか。一歩ずつのやっぱり踏み込みと肩元のアクセントの取り方とかが素晴らしいですよね。このあたりは歌手の方の声の少し気だるさみたいな、こういうところグッて引っ張られるよなって引っ張られる、声に引っ張られるような、つられていくような、そういうニュアンスをすごく大切にして踊ってらっしゃる感じがしますね。ここ手の使い方がめちゃくちゃやっぱりグルービーでございまして、この手を大きく自分の頭にこうかぶせていくところ、この絞り感が香ばしさというかフィーリングの高さを感じますよね。音楽に対してのアプローチの仕方、全身で歌ってる人の声のニュアンス、空気感みたいなものがギュッて入ってってる感じがするんですよね。これも全部なあ声の伸び感ですね。歌ってる方の雰囲気みたいなものがしっかり耳でキャッチできてるとか、全身でキャッチしてるからこそ、今どういう雰囲気で歌ってるのかなが宿ってる感じですね。だからこその次の2曲目のボーカルの方の声のニュアンスと踊り方が変わってきてるんだと思います。1曲目と2曲目で結構踊り方が違うので、同じヒップホップっていう中でも全身で音を取りに行ってる、音をかき集めに行くというか、音を捉えるのが全身なんですよね。だからポイントで音を捉えるんじゃなくて、全身で浴びるように音を捉えてるので、音楽の中に漂ってるというか流れになってるんだなっていう風に思いますね。スポットで踊ってる感じが全くしないので、音楽に最後は身を委ねていくっていうところね、からのハンブルになっていくという、このあたりはもうさっきと表情もそうですし、踊り方というか音の捉え方が違いますね、1曲目と2曲目でね。メイクとかの雰囲気で変えてるのもあるんですけど、ニキ君の中のスイッチはもう別のスイッチになってるなっていうのを感じますね。対極で乗ってる部分と細かい部分みたいなところの使い方がすごいコントラストとして効いてるんですよね。この後のグンって下に入るじゃないですか。ここからのこの揃った足元見ていただくと、ピョンってそのまま横に動いて、そこから足でサクッサクッって一歩こう動いたのあるじゃないですか。こういうところのこの体の使い方、大きい動きの中に足の裏は結構細かく小さめに使っていってるところとかもポイントとしてあるんだなっていうのがここで見ていて分かりました。大きく重たく踊ってるんだけれども、その重たさとかの部分を細かくコントロールしてるのは今みたいな足の裏なんやなっていうのが、まさにこの後のこの感じ、これがやばいですね。ここ頭の位置が変わってないで、肩の位置だけ上がってるの分かりますかね。これこの体の使い方えぐいですね。腰も一緒に回ってるの分かります。ぐーっ
上に上がってますよね。頭の位置だけ固定する、こういうのがもうたくさんたくさんあります。もうニキ君はここも腰ですよね。でこの時にちょっと目線をスッと下げて、この腰の乗りをさりげなく見せていく。ここもかかとの乗り感ですね。ここ、この手の書き方素晴らしい、これ素晴らしい、これやばい。この時のね表情とフレーバーがマジ素晴らしすぎてっていう感じでございます。えぐいレベルのところを見てるので、今回の多分動画で伝わったと思うので、ニキ君の何がすごいのかっていう、要するにああいう細かい首の使い方とか、細かい足の裏の使い方だったりとか、表情アクセントのつけ方、体の開き方だったりとか、ツイストだったりとか、肘の位置の高さだったりとか、そういうのが今でも結構まあ厳選というかしてる方だと思いますけれども、全てにおいてだから細部に宿ってますということで、本日は以上でございます。高評価ボタン、チャンネル登録の方もよろしかったらぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで現場からは以上でございます。お疲れ様でございました。